どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルザレットです。今回は実際どうなの、トライストリンガーで XP は漏れるのかとなります。トライストリンガーを使っていると出てくるのがいかにパワーを盛ることができるかというところかと思います。パワーを気にせずプレイする分には、まあ使ってて問題はないかなと思いますが、腕前を上げたい人にとっては重要なことかと思います。特に武器縛りとかしてると大事ですよね。そこで今回は X マッチ解放からずっとトライストリンガーを使って XP が盛りやすかったのか体験談を元に話していきたいと思います。まあ正直結構な苦行だなと思う部分もあるので、これから弓を使おうという人に向けてもいろいろ共有できればと思います。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。早速タイトル回収ですが、正直 XP を盛るのは厳しいと思います。というか本当に大変ですね。理由はこの後項目を分けてお話をしていきますが、一言で言えば自分一人で状況を変えることが難しい武器だからだと言えます。まあキルを取れなくても試合を有利にできるサブスペなら良かったんですが、弓の組み合わせだとメインが要求されますからね。どうしても地の力が必要になってきます。で、どうしてもメインの実力が試されるため安定がしにくいように感じますね。もちろん X パワーも1時間で100とか漏れたことも経験上ありますが、まあ正直結構稀でしたね。他の武器であればキルやルール関与、打開などある程度一人でできる要素がありますが、まあ、弓はその安定感に欠けるなっていうのがあります。では X パワーを盛るのが難しいトライストリンガーでどうやってパワーを上げていくのか、必要な要素をまとめていきたいと思います。まずは何と言ってもキルですね。正直1試合の中である程度一角キルを出せないと難しいように感じます。とは言っても敵全員に対して一角キルを決めろというわけではなく、まずはミラー相手に対してキルを取るということが大事になります。ミラー相手にはバレルやハイドラ、クーゲルと何かと前衛が動きにくい、またはとつってデスしやすい武器になります。そのため味方の前衛が消える前に後衛を倒しておかないと味方の負担が増え、最悪自分が辛くなるという展開が多くなります。相手の武器が前衛やルールに対して対策ができる武器なので、こちらが弓の場合キルが間に合わないと結構きつくなりますね。ここら辺は本当よくきつくなること多いなと思います。まあ、そういった意味でキルがとても求められるという部分があります。なので試合によっては対策ができた場合かなり試合展開が楽になるということももちろんあります。キルができると前に出れます。そこから押さえつけるためにさらに前に出るので味方も前線に出やすくなるんですよね。ミラー相手をキルすることによってチーム全体の動きが前のめりになるきっかけが作れます。そういった試合展開を作るためにもトライストリンガーとしてはミラー武器のキルがかなり求められるというのが正直あるかなと思いますね。逆に間合いを押し付けられると相手の射程内で戦うことが要求されるので、まあこうなるとよくても相打ちになるということが多くなります。この点からしても先にキルを取って押し付けることがとても大事になってきますね。キルすることの重要性は伝わったかと思いますが、もちろんそれだけでは難しい部分というものがあります。トライストリンガーが安定して勝利を重ねるには防衛が肝心となります。ただトライストリンガーは防衛するといってもノリが強いわけでもないですし、キルも難しい武器です。そのような武器で防衛を安定させていく方法があります。まず侵入経路付近を抑える役割ですね。とにかくこのゲームは防衛のターンになると相手が押し込んできます。押し込まれるほどトライストリンガー自体の動きが鈍くなりますし、復帰した味方の前衛も行動が制限されます。こうなるとどんどん状況悪化していきます。それを防ぐために相手を前進させないための対策となります。メインだけでなくサブやスペシャルも一気に使って相手を近づけさせないようにしましょう。
この時に倒すことができればいいですが、一番は前衛が来るまで粘れるかが大事ですね。一人で相手の打開を阻止できれば一番いいですが、それは難しすぎるので、防衛の際は邪魔と我慢が大事かと思います。まあ、やってて一番感じるのはやっぱこれですね。防衛をうまく耐えきれるかどうかっていうのはかなりでかいです。まあ、死んだタイミングで、まあ、相手も人数がある程度落ちてて、前線に上がるのが鈍ってるとか、あとは後ろにもう味方が来てる状況でデスするとかであればまだマシかなと思います。まあできればデスは抑えて味方と合わせるっていうのが大事ですね。そして防衛を成功させることが安定に近づく方法だと思います。まあ勝てた試合はほとんど防衛は成功してますね。はい、1カウントでも進めさせなければ勝ちは勝ちですからね。最後になりますが、トライストリンガーを使う上で十分に理解しておかないといけない部分があります。それは味方に合わせるという点です。途中でも話しましたが、一人で状況を変えるというのは非常に難しい武器だなぁと思います。そのため味方をうまく活用することが重要になりますので、自分が立ち回りを常に変えていく必要があります。前線を押し上げるのが好きな味方がいるようであれば、ルールを率先して関与しカウントを進める。まあ、矛とかが一番ここ分かりやすいですね。またデスが多い味方がいた場合、後ろからカバーをしてキルを取れるようにサポートしようというのが一番いいと思います。まあ、このように動きを変える必要がありますね。で、トライストリンガーはある意味オールラウンダーの位置づけではある武器です。器用貧乏とも言えますね。一人で状況を打破できないなら味方に合わせて動く必要があります。だからこそ味方に左右されるというところがありますね。そういった意味では本当左右される武器だなと思います。逆に先ほどの動きが間に合わない場合は負けにつながることも多くなると思います。いい意味でも悪い意味でも味方に依存する武器と言えますね。まあここまで考えてみるとやることも多いし要求されることも高いなと思います。なかなか X パワーを上げにくいっていうのはこれだけ大変な武器だからかなというのも正直ありますね。はい、ということで今回はここまでとなります。実際どうなの、トライストリンガーで X パワー漏れるのかはいかがでしたでしょうか。トライストリンガーはずっと使っていると他の武器ならもっと X パワー漏れたのかなって思うことは正直あります。はい、っていうか実際使うと上がります。まあというか他の武器使った方がパワーの上がりは早いですね。ですが弓も使い続けてると少しずつ上がってきます。まあ、要求されることが多い分勝った時はとても楽しいですし一喜一憂しますね。ただ負け込むとそれはそれでへこみます。今回はまとめたことをしていたら下がった分戻せれるようになってきてますので、まあ、更新も最近はできるようになってきましたね。なのでやっぱ精度は上がってきてるのかなと思います。なのでこうなると地道に頑張るしかないですね。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。